イメラジオ第4418回今日は令和4年12月19日月曜日です時刻は午後6時半横浜港北月曜の夜となりました夜空が澄んでいてきれいですね師月の頃しかももうすぐ冬至 1> 1年で一番日が短い。もう6時半で外は真っ暗です夜空が澄んでいますがお昼も今日は綺麗な冬空で私も緑道を走りに行きましたね全力疾走しましたよさてオンライン授業の合間を縫っての「夢ラジオ」 今回はリバタリアニズムは。保守と両立するのか、こんなタイトルでお話しましょう。リバタリアニズムは保守と両立するのか。二千二十二年の今、リバタリアニズムといえば。なんとなく保守じゃないのか。左翼よりは右翼と結びつくんじゃないのか。 革新よりは保守と結びつくんじゃないのかそんなイメージがあるかもしれませんまあもちろんリバタリアリズムのことを全く知らなければ一体それが何と結びつくかのイメージも持つことはできないでしょうしかしまあ少しくらいリバタリアリズムをかじったというお方にとってリバタリアリズムって保守思想の一種なのかな 実際そう思うのも無理はなく今リバタリアンという人、まあ、日本に何人いるか分かんないしまあ大部分アメリカそして欧州にちょっとでそういう方々はどちらかといえば保守的なそういう言葉遣いをしていることでしょうアメリカで言えば共和党各いう私も まあ、リバタリアンを自称しリバタリアンは全員自称ですから自分である日思ったらその日からリバタリアンになります免許も資格もありませんリバタリアンを自称しそして保守っぽいこともお話しておりますからそのラインつまりリバタリアンリバタリアニズムというのは保守であるっていうそういうラインでのお話をよくしていますね ところが実はリバタリアニズムというのは何も保守と結びつくという必然性はありません原理的には。自由があの保障されれば良いわけですよでリバタリアニズムと格つけてお話しておりますがこれは1950年ぐらいからの米国での呼び方でそれ以前つまり20世紀の前半とかあるいは19世紀の後半にはね アナーキーアナーキズム無政府主義ですよですから実は無政府主義こそアナーキズムこそリバタリアニズムのあの先輩なんですよアナーキズムが先輩リバタリアニズムが後輩よく思うんですけど日本におけるリバタリアンの草分けはね大杉栄さんですよ本当にあの黒ポトキンとか ああいいうのを翻訳していた大大ささん大杉さんはだからすごかったんだリバタリアンとして生きた本邦でしたね自由だったというか一般的に大杉っていうと共産主義者社会主義者という文脈で語られますが実は大杉自身がよく言ってたように社会主義や共産主義も本当はもう嫌だとか。 自由でいたいたこれですよ。僕は僕でいたい。個人でいたい。アナーキズム。でそれがアナーキズムじゃちょっと聞こえが悪いということで戦後リバタリアニズムになった。ですから返す返すも関東大震災で大杉がやられたことは残念でならない。大杉があのともっと生きていればそれこそ日本におけるアナーキズム。 そしてリバタリアニズムの礎がもっと強力に作られたことだろうに伊藤の絵もかわいそうでしたね二人だけでなく大杉の老いもやられたんですよ一緒にまあ当時の憲兵はひどかった陸軍ですよであの大杉が、まあ、リバタリアンの草分けであることから分かるようにあの実は別に リバタリアンというのは星ででななななければならいないことはないんですよ。ああいう社会主義っぽくて大杉みたいに大杉が付き合ってたのはあの社会主義者たちでしたから確かにだからあの社会主義っぽくてリバタリアンもありうる自由でありさえすれば個人の自由が保障されればこういうことですねそして今回のテーマ「リバタリアニズムは保守と両立するのかしない場合もあるね」 特に最近の賛成党 VSNHK 党のこの保守勢力同士のバチバチ、き合いの中であらわになってきましたね、これが。両立しないこともあるね、リバタリアニズムと保守が。つまり賛成党は保守的なことを言ってる。日本が第一だとか、ね、自虐の歴史やめろとか。 皇室を中心にとか日本の国益こそが大事なんだそれはいいと思いますが自由じゃないよねあの政党どう見てもつまりリバタリアンは参政党に近づけないんだポンと跳ね返されちゃうと思うもし参政党に無理やり入ってその会合みたいなところにでも行ってそして自分の意見でも言おうものなら さーっとなんかこう。出口に、あ、なんか案内されそうな、そんな雰囲気ですよね。そうなんですよ。参政党はそういう党です。これをいいとか悪いとか、もう個人の判断に任せられますので。何とも言えません。ああいうのがいいと思う人はいいんですよ。かっちりした組織だと。そして命令される方がいいと、自分でいろいろ考えたくはないと。自分で考えずに言われたことを、ね、パッと受けて。 あの手や足動かしてっった方がよっぽどいい特に選挙ポスターの選挙針は自転車でいろいろ回るのは楽しいとあるいはあのいろんな会議に行って参政党の人たちとお友達になってあのそこでみんなと同じ意見を交わすっていうのが気持ちいいという人はいいんじゃないですかそれは。けれど自分で考える人から命令されたことをうのみにはしないそして絶えず批判的に人の言葉は聞く。 この訓練をしたまあリバタリアンにとってはとてもじゃないけど三聖党のあの党の在り方というのはそもそも入っていけないこちらがビビってしまいますよつまり三聖党は保守かもしれないがリバタリアンからほど遠いつまりリバタリアニズムと保守は両立しないこともあるこうだね そして何とか両立したい場合リバタリアニズムと保守をその時にその参政党と対立し合っているもう一方の局 NHK 党が奇妙な形で浮かび上がってきますよね。これも良い悪いは別ですが NHK 党自由であることは間違いない自由じゃないですか縛ってませんよ NHK 党員に何しろこれするなありえないね もちろん NHK 党っ党の運営において、そりゃ内部対立は発生するし、あの、この前怒って出ていったあの副党首、あの人は除名になったんでしょうか。こういうこともあり得るでしょう。他にも、その NHK 党はこれまでいろんな人を、あの、追い出してきましたよ。でも別にそれは、あの、自由がないことではない。立場の独裁ともし言うんなら、 あの規模の組織だったら、一定の独裁はやむを得ない。そう思いますよ。参政党だって、別に、あの、神は独裁だって全然構わない。正しい、自由が保障されるんだなら。で、参政党では自由がどうも保障されず、何か自分の意見を言い。それが党の方針と、真っ向から対立したら、まあ、あの。そんな意見持ってんだら、そもそも入らない方がいいんだけど、参政党に。まあ。上名と。離党と。 こんなニュースが最近よく聞ここえてきますねこれからもっと聞こえてくると思いますよ賛成党からはそのことを考えた場合あのふざけた感じの NHK 党、ね、政治家女子48あるいはアルカリン党本気かとこのようなことをやってる NHK 党が少なくとも自由である少なくともリバタリアンでも近寄っていけそうだ。 まあもちろんその NHK とこう持ち上げるのも考えもので、その保守としての実績はない。NHK 問題での実績は見上げたものですよ。だって NHK 問題は立花がよく言っているように事実上解決しちゃってるんですよ。これすごいことですよ。国でも自治体でもないただの政党がですね、国政政党になったから助成金が受けられるようになったからといって。 あの長年日本社会の宿和となっていた NHK 問題を解決してしまったもう NHK の集金には来ない見事じゃないですかだからここまでの手腕をもし今度橘が保守というあるいは自由というそういうあの分野でもし発揮してくれたならそれは NHK 問題を解決する以上にこの日本社会にとって非常にベネフィット 恩恵が大きいものになりうるまだ分かりません未知数ですがなりうる私は今そんなふうに考えているんですよあのもう今までの政治の枠組みにとらわれない発想の立場な選挙に出る人と実際に政治家になる人は違うこれも私はあのまだついていけてないんですけどこれもやるようです 歌ってて踊るる政党にににももなななよううですここにも私がなかなかついていけそうにありませんただそのついていけそうにないものがいろいろ出てくる NHK 党にそれでも一定程度進歩しよう感じるのはそうですよリバタリアンとしてこの党には自由がありそうだリバタリアニズムと保守が両立できそうだそのかすかな光みたいなものを感じるからです。 参政党にその光はない。なんで見ますか。これ別にリバタリアンだから言ってるんであって、リバタリアンでも何でもない人はあのこんなことを考えずに参政党を応援なさっていいと思います。それはね、さっき言ったあの参政党の中に入ったらあの気分がいいんですという人は応援にやっていただいていいと思いますよ。選挙運動も党活動も、そしていろんな寄付金のお願いが来たらしてもいいんじゃないですか。それは。 このようなことがくっきりと分かってくるようになったという点だけでもね NHK 党が参政党に仕掛けてるいろんなあのいろんなあれ何て言うんだろうしば木あれはいいことなのだもっとやれと私はもう思っていますよ西東京ではとりあえず黒川たち一旦やめると言ってますが多分やめないでしょう。 あの西東京ではやめるかもしれないけどまた別なところで別な形でまたこの2つの党はバチバチやるだろうしこれで保守の覇権どちらが握れるか面白いじゃないですか見ものですよもう日本の保守の覇権はこの2つだ参政党と NHK とどっちが握るかだからこの2つに今は注目しといたらいいと思いますあとはあんまり考えてもしょうがないでしょう。イメラジオ今回は リバタリアニズムは星と両立するのかありがとうございました